皆さん、こんにちは。アリョーナです。今日はまた山梨県からお伝えします。この間は山梨県のね、ワイン巡りの動画を公開したんですけれども、実はそこではまだ終わりではありませんでした。その次にですね、私は温泉に来ました。で、甲州市にですね、ぶどうの丘っていう丘があるんですけど、丘っていうか山なんですけど、すっごく絶景で私来たかったんですね。で、ここは絶景がある、夜景もある、そして温泉がある、そしてワインのテイスティングもできます。300種類ぐらいなんですね。私はもうここまではワイナリーさんからタクシーで乗ってきたんですけれども、なんかタクシーの運転手さんがすごく親切な方で、私にね、すごい分かりやすい説明まで、手書きで載っている地図くださったりとか、いろいろ説明したりとか、もう本当にすごい感謝しかありません。で、その運転手さんと一緒にね、今この場所に来たんですけど、なんとですね、今私の後ろが、タラランタ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 ン、こんな感じでーす。もうね、絶景の絶景すぎて、幸せであんまり言葉が出ないんですけど、今こんな素敵な場所にいます。で、ここに温泉もあるので、私の主な目的は今日は温泉ですね。テイスティングもしたいんですけど、時間的にね、厳しいっていうこともあってもう4時過ぎてます。なので今日はあと温泉とちょっと軽食食べようかなと思います。ちゃんと飲食店もね、ちょうど私の後ろなんですけど、ちゃんとあります。そこにも入ろうかなと思います。あと、すごい、なんかバーベキュースペースもあるんですね。そこなんですけど、ここすごいですね。もうね、帰りたい。夜景とか見に入りたい。でも露天風呂からの夜景も絶対最高ですよね。今日はね、夜まで残れないんですよ。でもね、今日本当にたくさんいい出来事があって、この町にはまた来ると思いますので、その時はもう夜景も見てから帰ろうかなと思います。はい、いっぱい喋りましたけど、ちょっと温泉に入ろうかな。夜景もやはりすごいらしいんですね。もうなんでこんな美しい。はい、今露天風呂に入ってます。誰もいなくて貸し切り状態ですけど、本当にめちゃくちゃ美しいですね。もう言葉がない。で、これ全部もうブドウ畑なんですよ。すごくないですか？ブドウ畑を見下ろすような温泉は人生で初めて入りました。いやー、本当に素敵な場所です。で、この後ちょっと食事も楽しもうかなと思います。はい、20分ぐらい経ちましたけど、まだ入ってます。気持ちよすぎて、景色も良すぎて、空も綺麗すぎて出れません。で、景色をバックにしながら撮っていると私の顔がね、すごい暗くなるので、今ちょっとお風呂自体をバックに撮ってます。本当にね、もう言葉で表せないんですけど、最高です。で、結構私はこういう場所どこで見つけるのって聞かれること多いんですけど、今日はちょっと後ほどこの場所を何をきっかけに知ることができたかということもね、皆さんに教えたいと思います。あと10分ぐらいでちょっと食事に移動しようかなと思いますけど、この景色はね、もう何百枚の景色だ。素晴らしすぎて、もうね、大変です。帰りたくない。
帰りはちょっと特急にしようかなと思います。ちょっとね、明日すごい早起きしなくちゃいけないので、その電車で行っちゃうと帰りが結構ね遅いんですよね。はい、では次は食事のところでお会いしましょう。夜も多分お風呂もここも綺麗だし、なかなかね、いい景色だったので、で、何よりも食事が楽しみです。結構風呂入ってお腹空いちゃった。今日の日はね、お昼も結構食べたんだけどこのシーンはね、別の動画で紹介してますけど、まだ見てない方はね、ぜひ見てみてくださいね。以前のあのワイナリ巡りの動画ですね。素敵な風っていう人だったんですけどで、結構量が多くてすごかったけど、意外ともうお腹空いちゃった。なんかすごい暑い中ですごく歩いたのでお腹空いてます。でもカツ丼食べれるぐらいにお腹空いてないね。かけそばぐらいがちょうどいい。いつできるかな。今の人がいないんですけど、まだいたんですね、少しだけね1名だけ後ろにいますし、あと帰った方も今いましたけど。そうだ、すごい困ったんですけど、やはり山梨の方ってね、優しいんですよね。タクシーの運転手もそうですし、こちらの施設の方もそうですし、なんかここはね、これもいいよとか、この時もおいでとか、いろんなことを教えたりとか、あとこの白人の顔ですけど、普通に平気で日本語で話しかけてくださったりして、なんかすごい安心しています。なんか嬉しい。また本当に行きたい。今日は喋りすぎだね、私。景色を見せようかな。気づいたら、お座敷もありましたね。私のそばが来た。そして、絶景が。あ、お風呂と同じ眺めなんですけど、本当に素敵。食事もこれだから。夜景どんだけ綺麗なんだろう。いや、お店全体が。こんな感じですね。本当に綺麗で美しい。綺麗って清潔点でね。さーてと、おサバを食べましょうか。美味しそう。そして誰かがお箸を取り忘れちゃったな。さーてと、実は電車までそんな時間ないんで、パッパッと食べようと思います。よし、いただきます。しちゃいましたやはり早く食べちゃうとね、一瞬でお腹いっぱいになるんですけど、まあ量がね、そんなに多くないのでちょうどいいくらいです。で、今からちょっとダッシュで、まあダッシュね、私の趣味ではあるくらいなんですけど、ダッシュで駅まで帰って東京に帰ろうと思います。はい、今日は日帰りの山梨旅をしてきました。で、動画は2本出しました。この前にはワイネル動画と、でこちらはブドウ農家という場所の動画でした。で、ちょっとじゃあ途中でまたいろいろ紹介したいと思うんですが、時間が許したらね。
で、一旦ここでバイバイしようかな。では皆さん、今日はブドウ農家の動画を最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。また次の動画でもお会いしましょう。ではバイバーイ。今日はですね、例外的にそこまで走らなくても電車には乗りそうな感じです。普通はね、いつもいろんなことやりたくて時間が足りなくてね、間に合わないんですけど、今日は大丈夫そうです。で、今景色楽しみながら帰ってます。残りたいな、夜景もね見たいんだけど今日じゃないんですね。